はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は、はい、また J クラのね、お話をさせていただければなと思うんですけれども、まあ、本日の議題はですね、まあ、どのポジションの選手から育成したりとか、えー、狙ったりすべきかというところのお話をさせていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ結構これね、えー、まあ大事なお話になってくるわけなんですけれども、 ま、J クラやってるとね、まあ、当然サッカーっていうのは、ま、ワンポジションだけじゃないですから、いろんなポジションありまして、まあ、それぞれにね、適応した選手を置いていって、強いチームを作っていくっていうのがね、あのー、ま、J クラやっていく中で大事な流れだと思うんですけれども、ってなった時に、まあ、じゃあどのポジションをまあ優先したりとか、まあ、まあ、そのね、あの、ゲット優先したりとかもそうだし、育成もそうだしというところで、 まあ、どこを優先すべきなのかなっていうところは、一つね、やっぱ疑問に思う人もね、いるんじゃないかなと思います。で、J クラってその1年シーズンでね、カードも刷新されたりとか、まあ、それこそ前後半でシーズン変わったりとかね、まあ、したりするので、まあ、いっぱい、まあ、レギュラー合わせてね、何枚のカードが出てるかまではちょっとわからないですが、まあ、人限定でもね、確実に40枚出て、だいたいグレード85以が30枚ぐらい出るってことは、 毎年24回限定更新が来てるとしたら、もう700枚ぐらいあるわけですよ。グレード85以上の限定カードって、それだけでもね。で、プラスレギュラーが各チーム5わったとして、5子20、なんで2020 20でかけに、四まあ1000枚以上は出てるかな。うん、<laughs> のカードがあるわけなんですけれども、まあ、その中でも当然、そのポジションによって手に入りやすいポジションもあったりとか、手に入りにくいポジションとかもあったりとかするわけなんですね。 というところもすごく大事だし、そもそも皆さんが、その、まあ、自チームといって、まあ、あの、お気に入りチーム、お気に入りクラブに、まあ、どこを指名してるかとかにもよって、これも変わってくるわけですよ。ということで、まあ、その一概に絶対ここのポジションを、あの、優先して取ってくださいっていうよりは、そのお気に入りクラブとかの、まあ、その状況とかによって、まあ、これ変わるところがありますので、そこもね、今日交えてしっかりとお話できたらなと思います。よろしくお願いします。 はいといととうことでねまず、まあ、大事なところとしてはまずお気に入りクラブをどこに設定しているかというところに関してなんですが、まあ、これは別にその、まあ、言ったらどこがいいとかまあ確かにありますけど、まあ、それはまあ一旦置いといてその自分がお気に入りクラブに設定しているチームの中でグレード85以上で結構しっかりとしたカードが出る選手がおそらくいると思うんですよね。 まずその選手のポジションがどこなのかっていうのをしっかりと把握した方がいいと思います。例えば、まあ、複数ポジションあったときに、まあ、例えば今現在の J リーグで、まあ、その選手がどこで出てるかとかも大事だし、そ,それによってね、まあ、例えば、ねえー、トップ下もできて、フォワードもあの CF もできてとかいう選手が、例えばフォワードを1本で今もやってる状態だったら、結構 CF に近いようなカードが出ると思うんですよね。 逆にトップ下の方をメインでやってるんだったら結構パスとかシュートとか持ったトップ下系のカードが出ると思うんでそこの把握とかもね絶対必要なんですけどまあつまりそのお気に入りクラブに設定してるチームの中でどのポジションが埋まるかっていうところなんですよねまずねまあこれはフォワードでもいいしゴールキーパーでもいいしトップ下でもいいしまあねボランチでもいいしサイドバックでもいいと思うんですけどまあ多ければ多いほど当然いいんですけれども で、今シーズンから、その、なんでお気に入りクラブを云々んぬんっていうかというと、23シーズンからブーストプラスの影響とかで、あの、自チームだったらね、ブーストをマックスにすると、各種50ぐらい乗るようになったんですよね、ステータスね。っていうことは、5、6、30なんで300ぐらい変わってくるわけですよ。で、300ってグレードが3ぐらい変わってくるわけですよ。これって結構大きくて、で、これプラスキラーとかになってくると、もう正直、もう9とか10ぐらい変わってくるぐらいになるんですよね、あの、選手によってはね。 ということで、このお気に入りクラブの影響というのがすごくね、大きくなったシーズンでもあるんですよね、この23シーズン。なので、できれば、そのポジションに、例えば結構ね、銘柄級のいい選手がいる、そのクラブだった場合は、まあ、その選手でなるべく埋めたいんですよね。うん。で、まあそういったところも考えると、そのまずお気に入りクラブをどこに設定しているかによって、自分のチームの中で、自チームの選手でどこのポジションが埋まるかっていうのを把握して、そこはその選手の両カードをやっぱり追い求めていきたいですよね。 で、そこで埋まらない場合、埋まらないポジションがあるとかだと、まあ当然、他のチームの選手とかである程度固めていかないといけないと思うので、まあそこは認識しっかりしないといけないっていうのがまず一つですね。だからそれによって狙うポジションも当然その人によって変わってくるわけですよね。例えばお気に入りクラブは、まあその自チームでしっかり引いてる人は、その選手が出た時はしっかりと、まあね、そこに、えー、力注ぐべきだし、 逆に、まあ、そのお気に入り、まあ、純正固定とかしてなくて、ただ、狙った選手が出てないときは、他のチームの遠征,遠征というか、他のチームに引きに行くよっていう人もいるわけですよね。まあ、僕もそうなんですけど、実際ね。そういう人は、例えばそこの自分の、えー、まあチームの選手で、ままあ、補えないところというのを、まあ、そのうまくその、ね、自チームの選手。 というところが、まあそんなにね。あの狙いの選手が出てない時とかは、それを目当てに狙っていく必要があるしね。お気に入りクラブ券とかでということで、まあ、そういった感じで、まず選手補強に関してはそれでいいと思うんですよね。まずね。基礎の考え方はまあ、ただそのさっき言った通り、ポジションによってあの狙いやすいポジションと狙いにくいポジションってあるわけですよ。 ま、例えばの話、フォワードとかセンターバック、まあ、フォワードが一番多いかな。まあ、CF とかが一番質が高いですけど、まあ、これ月間系のカードとかもよく出るんでね。まあ、結構狙いやすいんですよね。げん特定の限定とかも多くて、ポジション限定とかも対象になるね、選手多いし。ってなってくると、まあ、一番多分 J クラの中で、潤ってるポジション、まあ、そのね、供給が進んでるポジションっていうのは CF の特に、まあ、そのね、CF とかシャドウとか、まあ、フォワード関連が多いと思うんですね。ただ、ウィングの選手はそんな多くないですよね。 まあこれはそもそも、まあね、ウィング適性ついてる選手がそんなに多いわけでもないし、まあそもそもね、ウィングを使った、そのリアルのね、J リーグの方で、ウィングを使った、使ってるチームが全チームあるわけではないので、まあそもそもそこで限られてきたりとかね、まあするわけなんで、結構サイド系、まあウィングとかもそうだし、まあサイドバックとかもそうですよね。まあここら辺の供給っていうのは特に少なくて、で、もっと絞るんであれば、サイドバックのディフェッチ高い選手とか、まああとはボランチのディフェッチ高い選手とかもそうですよね。 だから結構ね、やっぱり少ないんですよね。だから供給が結構極端に少ないんですよ。そのね、多いところと比べるとね。ということで、まあそのお気に入りクラブうんぬんの話もまず、まず大事ですよね。お気に入りクラブに例えばその供給が薄い選手がいるんだったらその選手を限定とかレギュラーとかでしっかりね、強いカードが出てきたときはまず取りに行かないといけないし、っていうところを省いてみても、なさっき言ったそのお気に入りクラブでじゃあ賄えな,ないポジションだった場合ね、そこの端のポジションというのはね。 それはまあ当然そのお気に入りクラブで狙う選手が出た時はそこは積極的に狙っていかないといけないんですけれどもただそうじゃない場合っていうのはあのしっかりとまあそのしね何て言うかな自治も引かない場合の時にまあそのどこを引くかというところでねしっかり狙いをそこに定めて引いていくっていうのもまあ結構大事だと思うんですよね。 なので、まあ、補強の考え方として結構供給がやっぱ薄いポジションというのをまず狙うというところとそこの選手がお気に入りクラブにいるかどうかというのがね、しっかり把握するのが大事ですね。はい。というところがまず自分のそのなんていうかな積極的に補強すべきところ、補強をなんていうかな優先すべきところと言いますかね。はい。そういうところの考え方はその2つを合わせた考え方がすごく大事だと僕は思ってて、 で、それに応じて、まあ、その、当然、自チームのね、あの、弱点とかもそのうちね、やってくると増えてくると思うんで、まあ、それもそれで見つめ直すことも大事なんですけど、まずしっかりとね、その供給が薄いポジションを狙っていくっていうところと、まあ、足りてない場合はね、狙っていくというところと、であとは、まあ、そのお気に入りクラブの、えー、どの選手を取って、どの選手が、まあ、リーグなりクラチャーなりで、まあ、結構活躍しそうかなっていうのをしっかりと把握しておくことっていうのがね、まず補強に関して大事なところだと思いますので、 まあ補強する際とかね、しっかりとこういうところを意識して狙っていけば、まあ結構バランスのいいというかね、まあ結構効率のいいチームが作れるんじゃないかなとは思います。で、もう一つ、これ育成というところに関してなんですけれども、まあ育成も結構補強とまあ似てるところは正直ありまして、まあただ育成はね、結構質が大事だと思うんですよね。はい。まあ例えばの話、育てやすかったりはするわけですよね。さっきの話の続きなんですけど、さっき言った供給の薄いポジションで結構いい選手引きましたと。 そういう時は結構ね、やっぱ育成しやすい、サイド、例えばウィングとかもそうだし、まあ、さっき言ったね、サイドバック、ボランチのディフェンス高い選手とかもそうなんですけど、それなりに質が高い選手が出てきた場合は、まあ,あの育成しやすいですよね。例えば、なんでかというと、その例えば CF とかの選手ってなってくると、まあ、結構質のいい選手でも、更新すべき選手が入ってくる可能性が結構高いわけですよね。高高いいいとううか、まあ、他のポジションよよりは高いわけですよね、うん ただやっぱ供給が少ないポジションで結構いい選手って特に出ないんですよね。今で言うと、まあそうね、僕が一番やっぱ思うのは右サイドバックとか、まあ左のウィングとか、うん、まあそういうところは特に薄いかなって感じるんですけど、まあそういうところに関して言うのであれば、まあ結構いい選手が入ってきた時に、まあそのね、いい選手が入ってきて、プラス、まあ例えばキラーだったとか、センスに、例えばまあディフェンダーだったらスキル強化がついたとか、まあディフェンスセンスがついたとかね。 まあそういう場合は結構育てやすいと思うんですよね。他のポジションに比べるとね。というところで、まあ、育成の、まあ、優先度的な、まあ、その基礎の考え方っていうところに、まあ、すごく大事だと思うことが僕はあって、要は、まあ、育成って何をもって正解かっていうと、多分ですけど、多分ていうか、まあ、それ、これ人それぞれですけど、あの、まあ、無駄な育成をしないこと。うん。まあ、結構、特に初心者の方とかだと、これ、勇み足になっちゃうんで、無駄な育成をしないっていうのがね、すごく大事だと思うんですね。うん。 ってなってくると、じゃあその無駄な育成をしないためにどう,すどうすればいいのかっていうと、当然入れ替わりの少ない選手を、まあ積極的に育っていくわけですよね。うん。ってなると、その供給が薄いっていうところもすごく大事になってきて、入れ替わりが薄いということは、もう供給が薄いということは入れ替わりがしにくいということなんで、 まあ結構定まりやすいっていことですね。そのいい選手持ってきたらその選手が居座りやすい環境になるということなので、まあそういうのを含めて育成をするときに、まあ考えてみると無駄突が減ったりとか、まあこの選手を育成していいのかなというラインは、まあ人それぞれちょっと変わりますけれども、まあそこは自分でね、基準を定めないといけないんですけどね。はい。ということで、まあそういった、なんていうかな、まあなるべく長持ちしそうな選手というのは積極的に育成した方がいいし、さっきのお気に入りクラブとね、重ねて言うんであれば、そのお気に入りクラブで自分がね、 あのー、思った、まあこのポジ、このポジション、この選手でも決まりだろうぐらいの選手がいる場合、ね、は、そういう選手をゲットしたときは、それはそれでね、仕上げに行った方がいいし、であと、まあ、追加で余分な話しておくと、ソックスの話とかもちょっとしておくと、ソックスもね、誰に振ったらいいかわからないという人は結構いると思うんですけど、まあ、これもチームの中心選手になり得る選手に振っていくべきだと思うし、まあ、よく言えば、更新を含めて結構期待できる選手というのは、まあ、やっぱいいですよね。うん まあ、J クラってやっぱりそのカードがどん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 新しくなっていけばなっていくほど強くなっていくので、例えばその A 選手がいたときに、まあ、A 選手がその現時点ではすごくいいカードが出てるんですけど、ただ更新がね、ちょ、ちょっと怪しいとか、まあ、例えば海外行っちゃったとかね、まあ、そういう場合もあると思うんですけど、そういう選手はちょっと入れにくいですね、正直ね。先のことを考えると。まあ、ただ、その選手が結局仕上がってればいいと思うんですよね。結局センスとかでがっつり仕上がってる選手とかにも優先して入れるべきなんですけど、 まあ、例えばね、もう両センスが2、3個ついてるとか、もうこのカードでも十分長持ちするんじゃないかなっていうところで考えれる選手とかには、まあ当然ソックスは入れやすいんでね。まあそこの基準も、まあ人それぞれなんですけど、まあ僕はたいまあそうですね、両センス、まあボナセ合わせて、まあよく言えば3個あったら完璧、まあほぼほぼいいかなと思ってるんですけど、あと1個ぐらいだったら残りね、とかにはなってくると思うんですけど、うん。 まあそこは人それぞれ。まあ2個で、2個でも行くっていう人もいるだろうしね。まあ2個プラスキラーとかだったら行くっていう人もいるだろうし。まあそこはちょっと応用にいね、あの、やっていく中で自分でまあ決め事を決めた方がいいんですけど。まあ結構高みを目指すんだったらやっぱね、えー、ボナス戦含めて3つぐらい欲しいですよね。ボナセないならもう3つ完璧にしたいぐらいの感じかなというぐらいの、僕だったらハードルなんですけど、まあそのハードルを超えれない選手はちょっと育成しなかったりとかもね。まあそこ入れなかったりとか。 するわけですけど、それも、まあ、自チームの選手とかね、まあ、お気に入りクラブに設定しているチームの選手とかは、すごくハードルが軽くなるので、まあ、特に、まあ、おすすめなのは、やっぱりそうですね、自分のお気に入りチーム、しかもプラスセンスがついてる選手とか、結構やっぱ大きいですよね。まあ、例えば、金利フェーとか、金曜フェーとかだけでも、まあ、通常だったら20%なのが30%になるのこの10%って結構大きくて、だこれがセンスロットね、レベルマックスになったら20%開くわけですよ。20%って言ったら、金センス1個分違うわけですよ、とかね。 まあそういったところでメリットが全然違ってくるので、うんまあ、結構がっつり入れようと思うんだったらそこまでは考えないといけないと思うし、まあ、あとこれは、あとスタメンに平等に入れるべきかというところに関しても、うん、まあ、センスが仕上がった選手だったらある程度平等に入れてもいいかもしれませんけど、基本的にはここも、まあ、その育成と同じ考え方で、まあ、無駄なソックス、死を増やえ、減らすんだったら、均等に入れるよりは、がっつりその一人の選手に入れた方が、個人的には、まあ、メリットは、 メリットというか、まあその無駄は省けると思うんでね。まあそこはちょっと考え方的に、まあそのどっちが合うかっていうのはね、まあご自身で判断しないといけないとは思うんですけれども、まあそういうところ含めてね、育成というところに関して言えば、まあしっかりと考えて育成した方が、え、無駄とかも減るんでね、ぜひ皆さんも活用してみてはいかがかなと思います。 はいということでね今日はねまあ選手の補強だったり育成だったりというところのお話をさせていただきました、まあ、いずれにしろねお気に入りクラブとかがしっかり絡んできたりとかクラブリンクとかね、まあ、今年の影響さっき言った通り大きくなってきたりしてるので。 まあそこに関して言えば、まあその、お気に入りクラブは結構優先順位高くなりましたし、まあお気に入りクラブの選手で埋めれるとかは埋めていくべきだし、まあ育成もちょっとね、お気に入りクラブでそのクラブリンク反応するんだったら、やっぱりハードルが下がりますし、ということで、まあお気に入りクラブというのをね、うまく活かしていくことが、いずれにしろ育成にしても補強にしても、まあ大事になってくるところだとは思います。 で、これをうまく活かすことによって、よりね、まあ、いい選手をよりもっとよくね、見せることもね、まあしやすくはなると思うんでね。まあぜひ皆さんもね、そのお気に入りクラブを軸にした上でのね、まあ育成も大事だし、そこで補えない選手は、まあ他のね、ところから、まあやっぱり有力な選手を取ってくるべきだし、で、そのお気に入りクラブの選手でいけるとこは行って、で、補えない、あの、補わないといけないところはしっかりと補って強いチームを作るっていうのが、まあ今の J クラブの結構理想的なところだと思うので、 ぜひね、そこを目指して、まあ自分の自チームでね、結構目星選手が出た時は、しっかりとお気に入りクラブ剣を使ってね、まあなかなか薄いとこ引けるね、ことなんてなかなかないですけど、まあでも引けることもあるんでね、うん、まあ諦めずにね、しっかりと狙っていってほしいなと思います。はい、ということでね、まあ理想は、まあそんなところで僕がちょっといろいろお話しさせていただきましたけど、はい。 まああくまで僕の理想なんで。はい。皆さんはね、それぞれのね、理想をね、ぜひ見つけてください。そしてね、いいチームを作れるように頑張りましょう。ということで、じゃあ今日のね、J クラブ話は以上となります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。